これ何て読みますか。それはもう一回間違えたから分かるよ。それはすがすがしいって読むんだよな、これな。でも、もう僕が新しく作ったんで、もう今日から清々しいんじゃないですかね。意味が伝わればいいんですよ。僕間違えた時もね、ずっと僕は清々しいと思ってたわけですよ、この読みをね。いまだにそんなこといっぱいありません。でも意味自分の中で意味納得して人も分かったらよくないですか。そういうね、人のね、ミスをね、こう指摘してもね、自分は成長しんよ。